ちゃ。こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、今年プロ野球、はい、すごく熱いと言われているのが新人王争いです。もう最後わけわからなくなったな。そうなんですよ。当初は例えばこの選手がもう本命なんじゃないかと言われていたのが、どんどん違う選手が上がってきたりで、最終的に分かんなくなっちゃったっていう。もう面白いよな、レースとしたらな。今年は面白いんですよ。でまずセ・リーグからちょっと見ていきたいんですけど、はい、今新人王候補というのがまあ7人ぐらいちょっとバーッと上がってるんですけれども、はいはい、広島の林選手。お、林もそうなのかな。はい、あ、いいバッターだよね、今年出てきて、はいはい、林選手が上がっています、はい。で6番目に、上がってるのが中野選手で、これ阪神ですね。まあ盗塁王だよね。そうです、そうです。ショートを守ってて盗塁王、はいはい。で、続いて3位が、5位ですね、すみません、ヤクルトの奥川投手。奥川ね、はい、10勝できなかったんだよな。そうなんです、これ、まあ、9勝で、はい、でも山本に負けなかったんだよね、投げ合って日本シリーズ。そうですよね、すごかったな。もうちょっとで勝ち投手だからね。あ、そうだったんですよ。でも、まあ、あの印象はあるんですけど、まあ、シーズンを通してになってしまうので。そしてランキングの4位が、佐藤輝明選手、阪神の。これランキング分けされてるの？ランキングというか、まあ、これは書いてる順でしょ。はい、そうです、そうです、もちろん。もう佐藤は飛び出したけどね、新人王で。そうです。あ、もうこれはもう春先から決まったわみたいな。もう記録、今年の新人王レースはつまんねえって思う。いや、本当そうでしたね。あの記録も、あの球団の記録塗り替えましたし、そうそうそう、どこまで行くんだ。ただ途中から、まあ、失速というか、まあ、ものすごい記録を作ったね。いや、そうなんですよ、うん、あれちょっと抜けないよ普通ですよね。まぐれでも1本ぐらいヒットあるから途中で。いや本当にそうですよね。まあ結局、まあ結果としては本塁打は24で、まあ、126試合に出て打率が2割3分8厘だったということなんですけれども、さあそして続いて同じく阪神です、うん、まあ、伊藤将司投手。あ、目立たなかったけどね、春先なんかは。でも実力あったね、いいピッチャーだね。で防御率 2.44、 あ、23試合に登板しました、うん、しかもその新人としては最速の完投勝利を4月24日に挙げているということで、もうテクニックはもう、いや、素晴らしいですよね。さ、そして、横浜の牧選手です、137試合に出場して打率が3割1分4厘ホームラン22、打点71です。いや、すごいと思うよ、はい、だってあれ2割8分ぐらいから結局3割1分4厘まで上げてったんでしょ、はい、このね終盤にねそこまで持っていけるって言ったら相当な実力がないと持っていけないから。新人では難しいってことですね。いや難しい難しい、よく持ってったなと思って。そうですよね、軽口で言ってたんだよ、はい、いや牧も新人もまあ今な頑張ればなみたいな、うん、でも3割打たなきゃダメだな、3割も持っていけばなんとか目は出てくるけどなみたいなこと言ってたらさ、はい、3割1分4厘って、はい、お釣りが来るじゃないかみたいな。そうですね、1分4厘。いやー、この牧はすごいと思うよ。ですよね、で、はい、球団の記録も塗り替えまして、はい、球団の新人の最多安打記録、うん、新人の最多2塁打、新人最多猛打賞、新人3割20本本塁打史上4人目、うん、さらに新人歴代5位の153安打といろんな記録を残しています。まあ、これが球団の記録でしょ、はい、球団の記録です、うん、はい。まあ、新人に球団の記録っていうのはあんまり関係はないよね、まあ、そうですね、うん、だけどすごい数字を残したと思う。そうですね、インパクトとしてありました、うん、そしてです、広島の栗林投手。なあ、もう言うまでもないですけど、まあね、オリンピックにも、オリンピックはでも新人王関係ない、ね、関係はないんですけど、53試合に出て防御率が 0.83、セーブが37。まあ、言うことないよそうですかみたいな、まあ、頑張りました、ね、いやだけどさ、はい、もうあれじゃない、新人王ってさ、はい、結局ピッチャーと野手っていうのを比べるのって難しくないか。難しいですね。ピッチャーの中でも先発ピッチャーと、じゃあ抑えのピッチャーと中継ぎピッチャーと比べる数字が全然違うでしょ、はい、確かに。おかしくないかと思い出したんだよ、はい。
でましてやそのピッチャーの数字と野手の数字って接点がないというかさ、比較のしようがない、ね、比較がないんだよ、しようがないのよ。じゃあ豊さん、この新人王で例えば今のメンバーの中で野手部門と投手部門をそれぞれまず最後に一つ決めてほしいんですけど、選ぶとすると誰と誰になりますか。まあ、先発部門で言えば奥川。ああまあそうか、あもう先発部門からですもんね。うんうん、で抑え部門で言えば栗林。はい。で野手で言えば、うん、まあ足っていうことを考えたら中野。うん、全部ポジションがあれなんですね。まあ、もうだってみんな頑張ってくれたじゃない。なんか何か一つずつあげたいよね。確かに牧選手は何をあげますか。もうバランスだよね。あバランス。打率も打点もだから、はい、ホームランもで。もうまんべんなくなんか優秀な成績じゃない。そうですよね。うん、バランス勝負。佐藤輝明選手はホームランって、ね、この話題性も話題性もすごかったよ。もうキャンプの時からでしたからね。そうでしょ。でもその中から一人選ばなきゃいけないんですよ。これはやっぱりこう牧か栗林になってくるよね、はい、と俺は思うんだよ、はい。ちょっと待てよ、はい、ただいいよ、ただな、いいですよ、ただな、うん、チームに対しての貢献度ってあるじゃない。はい、そうなってくるとピッチャー部門で言えば、うん、奥川の球場ってヤクルトにどれだけのプラスをもたらしたかっていうことだよね、うん、プラスアルファがあるよね、あの子は、はい、なぜかというとあの子が投げた試合は負けなかったから後半、うん、そうなったらすごくプラスアルファってでかいと思うんだよ、はい、でも栗林だな。なんか分かんないんだよ。でましてやさ、これはね投票で決まるわけだから、はい、分かんないよ、牧がどれだけ人気あるかどうか。まあ、ま、人気はあると思うんですけど、ね、まあでも栗林の方がなんか心打たれたとかなってくると栗林になるし、まあ、なんかその印象度とか、俺に投票権があったら、はい、牧選手ですよね、書くよ。そうです、なんで、なんでやっぱりその可愛いから後輩だしな、うん、でなるんだよそうやって。でも、でもさ、栗林がマウンド行くときにさ、はい、2回挨拶するんだよ、うん、こうグラウンドに入る前とファールグラウンド、あのラインがあるでしょ、はい、それを超えるときに礼して入るんだよ、はい、ああいうなんか姿を見てるとさ、律儀さを、はい、なんか応援したいなって思うし、あ難しいんだよ、でも牧でも…でも牧ですごいよこれはね、なぜかというと、はい、春先からプロになれるっていうのはすごく大変だったと思うんだよね、はい、でその中で牧はファーストからスタートして、うん、でセカンドを守り、また最後外に変わってファーストを守ったという、はい、徐々にスタートしていって、まあ、外された時もあるよ。だけど自分で努力をし、うんね、自分で考えながら速いボールにも遅いボールにもいろんな攻めに対しても臨機応変に対処してきた。その中で2割8分ぐらいからかな、3割持ち上げていったっていうこと、うん、でホームランで言えば佐藤に1本、うん、1本2本か足らなかったけども追いつこうとしていた、はい、で打点もそうで最後にはチームの4番を打ち、うん、で中心になってきた、うん、まあ、その時点で話をすると佐藤はもうないよね。そうですね、うん、であとは栗林になる、はい、で栗林は最初良かった、でオールスターでだいぶ疲れたと思うんだよ、うん、新人王レースにとってね、はい、すごく過酷な夏だったと思う。オリンピックもありました、ね、その間牧は休めた、はい、でそれを考慮しても、うん、最後にやっぱ栗林は息切れをした、うん、やっぱ配慮があった、笹岡監督の使う場面使わない場面、うん、やっぱスタミナとか、うん、肩の消耗だとかいろんなことを考えて笹岡監督が気にした部分が、それを踏まえると俺は牧だな。豊さんはじゃあ今の説明でどうや。納得しました、牧選手ですね、うん、そこはまあ本当だったらやっぱり両方分けてよって思うよ、まあ、ピッチャーと野手部門もうね違うんだよ。そうですね、やっぱりしかもあの本当に今年女性と男性を比べてるのと一緒なんだよ。全く性質が別ですね。性質が全然違うんだよ、野手とピッチャーでは、はい、だからもう2人にあげてっていうことっていう気も、そう、まあ多分ご覧になってあげたっていいじゃない、減るもんじゃないですし、ね、減るもんじゃないしさ。そうですね、今年は2人いますとかそういう年だって臨機応変、これからやっぱルーキーが活躍する年っていうのもどんどん増えていくと思うよ、はい、
これなぜかというとやっぱり技術とか体とか教えてもらうとか、うんうん、そういうものの範囲が増えてるから、はい、資格回復とかしてね、うん、だからそういう意味では本当に若いくしていいものを得る人はたくさんいるよね。そうですよね。これからどんどん出てきます。俺も資格回復してるし。あ、そうなんですか。試験受けてるし。え、そうなんですか。なんであれですか、一郎さんとかは。まあ、そう、資格回復してる。あ、そうなんですね。やっぱ教えるたたいっていうところなんですよね。いや、資格回復っていうから目の視力回復に行くよ。視力回復じゃない、見えてる、ね、見えてます、大丈夫ですか。まあ、はい、まあ、豊さん的には牧選手、栗林選手、本当は両方あげたいな、まあ、あげたいけど、やっぱ牧に決まるだろうなと思う。わかります。牧選手に決まる、決まる、決まりと、わかりました。パリーグどうです、ちょっと駆け足になりますけど。ああ、でももう宮城でしょ。もうそこはまあ、いろいろ入ってるんですよ。例えば日本ハムの伊藤大海投手、あだったりロッテの佐々木朗希投手も入ってますし、西武の若林選手だったり、あと楽天の早川投手。西武の若林、はい、まあすはい、これ1年間やらしたら相当走ったと思うけどね、うん、もったいなかったね、県外がね。そうですね、それはありましたけど、ただそう、どうですか、宮城投手、伊藤大海投手、佐々木朗希投手などもいますけど。まあ、佐々木朗希の勝ち星の数ではやっぱりちょっと物足りないよね、はい、まあ、力は新人王どころじゃない、はい、もうなんかすごいものを見せてくれたけど。そうですよね。でも新人王まで届くかっていうと、まあ、そうじゃない、ね、11試合に出て3勝。そうでしょ、はい、それじゃやっぱ取れないよね。ちょっと厳しい、まあ、他のメンバーから失礼だよね。そうですよね。楽天の早川投手だと23試合に出て9勝で 3.94 防御率。まあでも13勝がいるからな。そうですよね。伊藤大海投手も10勝はしてて防御率 2.90 なんですけれども、うん、やっぱ宮城ましてやね、その1勝の価値っていうのは宮城っていうのは大きいじゃない、はい、そうですね、やっぱ優勝してるしさ、はい、だからそういう意味ではやっぱもう宮城でいいんじゃないのかなって。13勝防御率 2.91 で、今カメラマンは向こう、カメラの向こうに座ってるやつが沖縄だしさ。あ、そのつながりで宮城投手でいい。宮城投手でいい。決定です。いや、もうこれは ね、もうこれは仕方ないよ、宮城、うん、いや仕方ないっていうか宮城で俺はいいと思うよ。もうここ文句なしでしょ、ね、文句ないな。あの坊主にした姿って可愛かったな。もう一回坊主にしてくれんかなと思うけどね。もう寒いし伸ばしたいでしょうね。おしゃれもしたいし、まあ、そうだな、はい、ということで、じゃあ豊さん、まあ、セリーグは牧選手、そしてパリーグは宮城とね、ということで、はい、じゃあ本番は、まあ、本ちゃんの、ね、方は皆さんどういう選手に投票していったり、どの選手が新人王になるか、 そうだね、そのあたりもちょっと楽しみにしたい。あのゴールデングラブ賞もパ・リーグは1人しか違わなかったから、はい、ほぼ合ってましたもんね。ほぼ合ってました。そうですよ、まだ言うやつがいるんだよ。辰巳なんかダメでしょなんて、辰巳取ってんじゃねえか。そうですよね、言ってくださいもん、どんどん。そうですよ、辰巳取ったじゃないですか。そうですよ、辰巳はねえよ、お前どこ見てんだみたいな、はい、取ったじゃねえか。そうですよね、だ今回もそうですよ、いろいろね、言いたい、書きたいことが全然見てねえよって。見てるっすよ、本当に。でしかもやってましたからね、やってるよ、プロの目を持ってるっつうの。本当ですよ、頼みます。頼みます。